ですか、あきこちゃんどうでした、はい、今年あのビーナスあの小裏にジュークボックスといってあのペンライトをね、皆さん用意して綺麗ですよ、はい、イベントがスタートしたんですけれども、それであのベンチ上でビーナス踊るんですけれども、はいはい、私その昨日その担当だったんですよ。なるほど、はい、で待機してたんです、この通路で。そしたら梶谷選手のホームランが出たんだって、はい、もう初めてお客さんとこの点が入った喜びを分かち合うことができて、もう本当に幸せでした。もうファンの見てると、ね、分かち合えたわけですか。はい、初めて。なかなかないよ、タイミングとしても。そうなんですよ、はい、なので4年目で初めてお客さんと一緒にこう分かち合うことができて本当に幸せでした。いいスタートを切れてるということになりますか。はい、そうなんです。そうなるとビーナスのみんなもここからパフォーマンスも含め楽しみですね。はい、さあその中で楽しみといえば違うんですよ、シスター。選手のグッズオーで止まってるんですよ。これどういうことなんですか。どうしたの。いやいや、もう分かってるんでしょ。はい、はい、お願いします。はい、なんと選手のグッズを皆さんにプレゼントしたいと思います。